シャッシャッシャー、仕事中ありがとう。やっほー、みほちゃんだよ。天使の絵の具さん、流れ星ありがとう。そう、オートミール蒸しパン作ったら爆発した。で、なんか本当はこんな形になるはずがこんな感じになってる。そうユーリンが可愛すぎてうっかりプロポーズする。早いですね、まだまだ早いですね、それは。え、でもちゃんとね、あのちょっとめっちゃ慌てたからめっちゃこぼれてんだけど、ちゃんとこれのお水用意した。あとはプロテイン冷蔵庫に入れてるから後でそれを出す。あ、お茶も準備した。よし。でもさ、朝ごはんしか食べてないやまだ。だけどなんかちょっと 今頃小腹空いてきた。でももう遅い、今お腹空かれても遅いよ、お腹。うんうんうん。じゃっちゃじゃ、おテレワーク中なので余裕で見てます、ありがとう。ひなちゃんって修学旅行から帰ってきたショールームの時から変わらず可愛い。ありがとう。あの時はなんか画角がめっちゃ、なんかめっちゃ下からのやつだった気がする。なんかこんな感じだった気がするありがとうございます。今夜はこう、間違えた、テロップ書き寄ったら、今夜はこう、え、よし。え、なんかコメントが、さっきまでのコメントが消えた、なんで。矢島さん、ハートありがとう。じゃじゃんじゃん、今開き直しちゃったから、なんか消えちゃったんだけど。え、そんなことある。うんうんうん。みほりんが高校時代にテニスしてたそんなこと一個も言ったことない。何の話。私は写真部だったかな、高校は。よいしょ。モバメでその爆発物、でもあれを切らないと、切って持っていこうかなと思ったので、蒸しパンを後で切りたいと思ってるんだけど、ちょっと蒸しパンがあっちにある、冷めてから切ろうかな。え、さっきまでのギフトがなんかなくなったとかないよね。なんか私の画面で消えたけど誕生日当日公演、オレンジシャツで参戦。おお、楽しみ。イエスイエスイエス。今日私はちなみに白です。白で向かいます。雨はね、なんかめっちゃ朝からね、4回ぐらいね、スマホがね、あのなんか警報の音楽あるじゃないですか、あれが鳴って、めっちゃその音にびっくりするぐらい。でもなんか外の音があんま聞こえなくて、私なんであんま分かってないけど、でも雨降ってるみたいね。だから来る方は気をつけてください。なんかあの電車とか止まってないかな、分かんない。昨日とかバス動いてたんでどうなんだろうと思うんですけど、今日はどうなんだろうって感じですけど、気をつけていってください。今日はゆりな、あまあまそうだね。そうじゃね、頑張ったのにね、昨日も。ニュース見たら川が氾濫してるとこ、そうなんですよね。そうそう、結構あのもうなんか道じゃなくて川になってるとことか結構あるっぽいので、なんかちょっと前じゃないか、 1,2 年前ぐらいの福岡のいた時もあんな感じのあったから、ちょっと気をつけないとですね。え、新幹線止まってんの。やば。え、あ、でももうみんな来るか、今日公園見に来る方大丈夫か。今日は初めてのゲバントホール、ホールホール、トトトトトゥ。そう、警報の音にびっくりして、なんでね、ちょっと、うん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 、なんだっけ、なんかしようとした今。あ、天気予報見ようとしたんだ。見よう、気をつけて、ありがとうございます。足元悪いから お気をつけて現地へ向かってください、ありがとう。本当だ、警報だ。でも雨のち曇りなんやね。なるほどなるほど。気温がそんなには高くないのがいいことではあるね。やば、土砂災害気をつけないと、気をつけないと。ぬるるる。
っとコーヒーさっきまで飲んでたんで、ちょっとだけちょっと残ってるので飲もう。よいしょ。今日のコーヒーはちっちゃめ。うま。遅延、なるほどね。遅延してるとこもあるのか。みんなお気をつけてやってきてください。会場まで気をつけて行ってきます。みんなで一緒に。こんにちは、みほ。今日の声頑張ってお出かけするけ、またね。ありがとう。ぜひ DMM で見る方もお楽しみくださいませ。ちゃっちゃっちゃっちゃ。明日は大阪で会えるけど1枚しか当選しなかったから秒で終わっちゃう。なるほど。結構そうね、あの一枠しかないからあれですよね。そう、これも下はなんかデミカップ、何これ、な、合ってる、何かちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、手のひらサイズ。なんか濃いコーヒーとかをこのサイズとかで飲んだら美味しい。私はこの後こっそり映画、あら、いいですね。こっそりなんだ、なんでこっそりなんだ。映画今何がやってるんだろう。見に、最近ずっと見に行ってないんだけど、なんかあるかな。今夜は公演、そうだよ、今夜は公演。公演来る方いますか、今日。うちの近所氾濫した、うっそ、気をつけて。ミホリン、おはよう、おはようございます。今日は全然、なんか11時半に配信だったので10時ぐらいに起きてよかったんですけど、今日は目覚ましより早く8時ぐらいに起きちゃいました。早かった。だからめっちゃ朝からお腹空いてたけど、ちょっと頑張って耐えようと思って、なんかいろいろなんかストレッチとか、あと顔のスチーマーとかパックとかして時間稼いで、何時だっけ、何時ぐらいに食べたんかな、あれメール送ったもんね。9時半が頑張っても1時間半しか我慢できてなかった。9時半に朝ごはん食べて、そっからぼーっとしてました。1枚当選組の方も楽しみましょう。1枚だけでも楽しんで帰れるように頑張りますね。ソイラテ、いや今日はブラックで飲んでおります。もうなくなるけど、うん。お、田中無音です、みおちゃん。無音。あ、無音の方のボードなんかもうないかもしれない。書いとこう。最近書いてなかったから。よいしょ。入浴剤の効果ね、いいよ。あのね、10分入って5分上がって、10分入って5分上がってのやつを やった。炭酸水飲みながら。めっちゃ上がった後めちゃくちゃ熱かったです。なんで上がった後はパックしました。パックで顔冷やして引き締めました。無音の方々も おはようございます。こんにちはか、こんにちは。じゃあ無音の方もありがとうございます。こんにちは、今日現場入ります。おー、ぜひグリーンとオレンジのサイリウム振ってみてください。フライト前に見れた、おー、ありがとうございます。フライト、良い船旅、
船旅じゃない良い空旅は話か1回に5枚上限だからいっぱい持ってる方大変そう。え、確かに多分普通に20とかの方もいるはず。やばいね、4回来ることになるね、大変。にゃーにょ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 ー、グモリンミホリン、グモリンシャーク、サメだ、かわいい、うちの子に似てる。無音で楽しむ、いいなー、ランチ。え、ちょっとあの蒸しパン切ろっかな、タッパーに入れて持っていこうかなって思ったんやけど、ちょっと待って、あ、よいしょ、ちゃちゃちゃ。1枚ね10ぐらいだと思います、10秒ぐらいお話し会、明日からの2日間の多分と思いますね。でね、ちょっと爆発してみて、斜めな蒸しパン、でも香りはほんのり甘い香り。見てこの、なんか本当はさ、円、綺麗な円柱っていうんですか、円柱型になる予定だった予定だったんだが、なんか爆発してなんかボーンみたいになってて斜めでもこれをなんかケーキのように、あのなんかピザのように切っていきますね。もっちり、めっちゃ切るの難しい。え、あれってどうやって切るの、こう斜め、あ、取れた切るのも下手すぎてびっくりしてる今。切れた切れた黒焦げではないんですけどね、ちょっと一つ手に取るとこんな感じです。ケーキみたいに切れた蒸しパン、黄色い蒸しパン、卵の色で黄色なのかな多分。オートミール、前はなんかおから蒸しパン、おからパウダーで蒸しパン作るのがハマってた時期あったんですけど、もうちょっとおからに飽きちゃって、今回はオートミールで、なんかもちもちです、そう蒸しパン切るの下手すぎて全然均一に切れてないから見せるのやめとく、一切れだけにしときます、手拭きたいな。でこれを後で、今切ったんで、あ、この入れ物に入れていこう、これに入れていこう。これ入れ物でかいかな、ジッパーがいいかな。お腹空いてきた、本当にこれで、ありがとう、嬉しい。でもお腹空くよね、お昼前、私もちょっとお腹空いてきたもんね。飯テロしちゃってる、やった、よかった。なんかあんま爆発してるからあんま美味しそうにできてないんだけど、うん。あら、今日朝実習向かってる途中で中止連絡、気をつけて帰ってね。ちょっとジップロック取ってきますね。あ、背中のジッパおー、566日ありがとうございます。
今日昨日より、あ、下がった。輪郭がすっきりして見えるかもしれない。よいしょ。566日ありがとうございます。初見さんこんにちは。 ST48 2期研究生の田中美穂です。配信何時に終わろうかな。15分くらいに終わろうかな。公演ファイトありがとう。あだ名はみほりんです。たなみほ、たなみほでもいいけど、これ冷めてから入れた方がいいか、蒸気があれか。冷まそう。このままちょっと可愛いジッパーを持ってきた。豚ちゃん、野菜ちゃん、ぶどうちゃん、ドーナツちゃん書かれてる。後で入れよう。よいしょ。よし。ちょちょる。おお、東広島まで来れた。あとちょっと。開演は18時だからね。あと6時間ちょっとありますね。会場は17時なんですけど。配信で僕対見る、ありがとう。ぜひ DMM お楽しみに。 DMM も多分見やすいはず。昨日の感じやとなんかステージがカメラから見やすかった。ちょっと照明が暗い感じもあったけど、でも画角としては映しやすそうなとこだったね。お、アルビンさんハート Thank you。 天使のエルグさんもハートありがとう。静岡のテンパーの竹さんもありがとう。よいしょ。聖子さん短冊ありがとう。流れ星もありがとう。ジェロさんもハートありがとう。よいしょ。静岡の天パの竹さん可愛い、ありがとう。今日まだ目があとちょっとなんですけど、あとマスカラしたら完成なんですけど、メイクがリハの後にしますね。ちょっとまつげがべちょべちょになるの嫌なのでね。昨日のアーカイブももう少しで見れる。あ、そうだね、12時から見れるから、なんかね、その今日の公演までまだ時間があって退屈な方はぜひ12時からアーカイブ配信、私出てないけど昨日も僕の太陽公演あってるので見てみてください。公演楽しみ、楽しみます。ルンルンルルルン、これも楽しみ。めっちゃほんのり甘い匂い。これ白砂糖使わずにラカントでやったんですよね。だからもうめちゃくちゃヘルシー。小麦粉も入ってないし、朝は小麦粉っていうかなんか蒸しパン食べたけど。仕事に戻る、またね、ありがとうございます。またまたね、かわまたねみたいになっちゃった今。たかとうくんかわいい、ありがとう。せいこくん流れ星ありがとう。アルミンさん短冊ありがとう。じゃんじゃんじゃん。昨日は出てへんのかーいなんですよ。出てへんので今日は出るのでお楽しみに。奥体とこれがなんか私によって引っ張られてる気がする。よいしょ。ちなみに今日はもうコンタクトつけているので遠くても見える気がする。国体公演はチーム4ぶり。おお、なるほど。チーム4さん、なんか どこかの方々の見たことありますね。なんだっけ、なんかどれで見たんだっけ。にゃん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 、どこだっけな。なんかね、見たよ、私。にゅん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 。あ、チーム4さんのだ。チーム4さんの見た。あと SKE さんのも見たことある。あの僕対僕の太陽公演見たことありますね。僕対公演初日しか当選してない。あらま、少々もう一回来てください。
でも直近だともうツアーが始まっちゃうのでもう今日ぐらいしかないんですけど。あ、MC 何にしようかちょっと決めないとだ。決めます。何にしようかな。 MC の話題はまだ秘密にしておきますね。こんにちは、こんにちは。こんにちは、皆さん、こんにちは、こんにちは。今、リコちゃんから LINE が来て、MC 何喋ろうかを決めている。どうしようかな。なんか3個ぐらい今、テーマは出てきたけど。何がいいかな。どんなのがみんな楽しいかな。そうなんですよ。ツアー一般発売も始まって、そうそう。この間まで先行だったのかな、 ST モバイルだけだったのかなのが、そうそうそう、広島、岡山、愛媛かなが始まりました。申し込み一般発売、ぜひまだ申し込めてなかった方はぜひ来れる方待ってます。味噌汁の具盛り上がるか。前おにぎりの具やったけんね。味噌汁の具か。でもやっぱネギとか豆腐とかナスとかだよね。お、チュッ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 チュ、どうしようかな。1、2、3。ああ、なめこ味噌汁。あ、いいね、なめこもいい、好きです。あとちょっと豚汁に近づいちゃうかもしれないけど、こんにゃくとか入ってるのも好き、たまに好き好き。じゃあみんな味噌汁の具で好きなの何が好きですか。あ、オクラいいね。オクラとなめこすごいね、もうネバネバ。なるほどね。豆腐は絶対欲しいしね。絹豆腐がいいですね。たまになんかすっごい濃ゆい味噌とかだったら、あの絹じゃない方、木綿でも美味しいけどね。味が濃ゆいめのやったら。なるほど。あ、さつまいも美味しい。それこそなんか豚汁って感じだけど、なんかじゃがいももいいけどさつまいももいいよね。あのしょっぱいスープに甘いお芋が合いますね。あー、お腹すくー。 Oh no、 お腹すくー。チュッチュッチュッチュチュッチュチュ。お、リコちゃんまとめてくれた。よっしゃ、ではみんなこれで考えとこう。よっしゃ、できた。なるほどなるほど。ニュン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 。キューブくださいってリコちゃんが言ってきた。キューブあげますって言おう。キューブあげます。あー、ナスいいですね。おいしそう。焼きナスを入れるの、味噌汁に。おいしそう。なるほど。これでこの話題に決めて、この話題に決めたから、ひまわり、太陽、夕日、
印乗れない。だからなんか言っちゃう、やばい MC、 やば、危ない危ない。やばい、喋っちゃう。よし、これで よし、さあやん、じわじわ、よし、できました。よし、 MC 決めた。すいません、ほったらかしにしてしまいました。やほりー、やほー、お餅ー、やっちゃちゃっちゃ。じゃあこのケースは、はい、トッポギ、チーズトッポギです。昨日コンビニに行った時も、何ですかそのケースって言われた。あ、辛いの好きなんで、ちょっとこれトッポギなんですよねみたいな感じで恥ずかしかった。ちょっと待って、サメね、あるよ。サメ、あ、崩れた後ろが崩れた。よいしょ、ほっ、いいな、久々の大阪。私たちも明日大阪に上陸するのがめちゃくちゃ楽しみでございます。チュッチュルルッチュル。あら、消そうっと、これチュッチュ、夕日前。はい、よし。そう、トッポギケース、そう、ずっと使っとうケースは結構めっちゃ、もう本当に近くで見たらめちゃくちゃ汚くなっちゃってるんですよね。変えないとね、早く。やばいやばい。あ、サメの、あ、サメのぬいぐるみどこにありますか。カモンしたよー、サメ。ラン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 、みんなもよろしくって書いてこ、よろしく。サラピが551ドリクルを買ってきて。サラピ、え、一緒行くじゃん一緒行くじゃん。でもリクルおじさんのチーズケーキ気になる。あの福岡の鉄おじさんのチーズケーキで似てるのがあるんだけど、リクルおじさんのも気になる。でも551の肉まんも気になる、確かに。でもさ、横浜行っちゃうからさ、551の肉まんさ、冷凍とかで持って帰れないよね、悲しい。どうしようどうしよう、気になる。大阪美味しいものいっぱいあるよね、めっちゃ好き。やっぱ西日本って味覚が合うのかな。もうこれぐしゃぐしゃになっちゃった後ろ。どうしよう、みほりんかわいい、キュル、ありがとうございます。私はサメです、シャーク。どうしよう、 MC、 あ、決まった、 MC 決まった。なるほど。チュッチュッチュー、かわいい、安否。あとドライグの
あのドライグメンバーの LINE グループにアンピーが間違えてなんか明日の洋服迷ってて明日の洋服の写真をドロドロって送ってきためっちゃ削除されてる。かわいい、アンピーかわいい、積んだってきたかわいい。今日も LINE がにぎやかですチャチャチャーララン。すごい、横浜経由で持って帰れない551だから、なんかそこで食べれたら食べたいな新幹線で食べたら怒られる551。でも確かになんかあのあれだね、飯テロになりそうだね、匂いが強くてでも大阪らしいもの、そう、食べるか買うかできたら嬉しい。お弁当はなんだろう、ウキウキ、うっかりアンピーちゃん、うっかりアンピー、積んだってきた個人でかわいいニャン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 。チュ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 。あっ、携帯落ちる、危ない。うっかりアンピー、うっかりアンピー、ピッピッピッピー。新幹線蒙古タンメン食べるのがマナー、絶対嘘でしょ。めっちゃ匂いやんめっちゃ匂いやん。ちょっとこれ、このソファ何、もうやだ、これもういや。よし、にゃん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 。広島でなんか食べたいからお弁当我慢、偉い、偉すぎる、偉すぎるよ551はシューマイも美味しい。そうなんだ、知らんかった。お腹空いてきた、ちょっと多分チョコつまんでいく。お腹空いた、あ、ドライフルーツも食べたい。てかとりあえずこの蒸しパンそろそろ冷めたからジップロック入れよう。いいね、グリーン車で、グリーン車で蒙古タンメン、したらバレんもんね。あでもバレるか、グリーン車の個室みたいなとこだったら匂い大丈夫だね美味しいかなこの蒸しパン、見た目ちょっと変な感じだけど。よし、蒸しパン入れた、じゃん、これを持っていきます。あのお弁当の米を食べずに、これを、これ炭水化物なんで米を食べずに代わりにこれを食べようかな。リュックに入れて、よいしょ、あ、お茶も入れて、でこれも入れて、プロテインの水も入れて、名札入れたかいね、あった、あ、タオル入れてない、よし、タオルも入れなきゃ。美穂さん様ごきげんよう、ごきげんよう。タオルと冷蔵庫にあるプロテインを入れるってことを覚えておいてください、皆さん皆さん覚えておいてください。で今小腹が空いたので、あ、てかちょっとこの包丁たちが危ないのでちょっと直していきます。これがめくれてる、直そう、よいしょ、はい、いてよし、明日の準備は化粧水とか着る洋服はそこにハンガーで準備しました。なんか洋服は直前に入れた方がシワにならないよなと思って、ちょっとまだ入れてないけど、持っていくバッグと洋服は準備した。で靴下はいらないもんね、サンダルやから。でちょっと小腹が空いたので、最近なんかローソンにさ、なんかドライフルーツコーナーみたいなのがレジの横にあって、レジの横ってさ、レジ並んでる時眺めちゃうじゃないですか。多分その商法に乗っかっちゃってるんですけど、もう完全にそこの沼にはまっちゃってるんですけど、それでローソンのレジ横にドライフルーツがパイナップルとか
なんかリンゴとかこの桃とかマンゴーとかのがめっちゃ売ってて、いろんなのが、この間これのパイナップル食べてめっちゃ美味しくって、そうなので今回桃を買ったのでこれを1個食べていきますそう、罠、本当に罠にはまってるこれ。でも美味しいよね桃。レジ横にあるさ、ものってなんであんななんか欲しくなる、なんか微妙なラインの、この別に買わんくても生きていられるというか、そうなのになんかちょっと食べたくなるようなものとか置いてありますよね。うん、うんうん、ドライフルーツ高いよね。高かった、うん、あのピッてしてもらった後に気づいた。うまっ、うんうん。でも桃はなんかパイナップルよりはいっぱい入ってる気がする。おいしい。1個で収めていきます。頑張ります。うんうん、うん、桃がママの一押しで、パイナップルが私めっちゃ好きで、でもマンゴーも安定で美味しい。ドライマンゴーはよくあるじゃないですか。桃美味しい。よく見たら多分イチジクとかもあったかもうん、デリシャス。桃って英語でなんて言うんだ。ピーチだ簡単だった。ピーチ、ドライピーチで合ってる。うん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 。あ、最後。うん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 。うん、食べ物ね、食べ物は値段見ずに買っちゃう。洋服とかめっちゃ見るんだけど、食べ物はなんかね値段見ずに買っちゃって、後からえ、意外とするんだねみたいな時が結構ある。これも500円超えてた気がする。でもドライフルーツって元からねこうちょっと高いから仕方ない仕方ないと思って、うんうん、まっニホリの香りはピーチ。あ、香り、あ、つけてない、まだ香りつけよう。手洗って香りつけてきます今日めっちゃ立ち上がる。よいしょ。よいしょ。よし。そう、ドライフルーツ高かったけど。今日の香りは可愛いやつをつけます。今日はアイドルっぽい香りをつけます。腕。にょ。ちょっと首にもつけたいな。ここら辺につけよう。多分つけ方合ってないけど、ここら辺につけます。よし、オッケー。いい香りにしました拍手するたびに香りが、よし、そう、めっちゃ可愛い香りです。ふみさん可愛い、ありがとう。モンブランさんハートありがとう。静岡の天パの竹さん、うま、ありがとう。公演頑張ります。9列目まで香るようにもうブンブン腕とかを振り回して行こうと思います。今日はでしょ、アブソリュートリーブルーミングオールパルファンですね。まだまだあるね、よかった。では先ほどは対戦ありがとうございます、ありがとうございます。今日もね、あの多分行く途中もちょっと並べてると思います。行く途中はちょっと分数とかがランダムかもしれないんですけど、対戦できたらしましょう。にゃん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 。動脈の通るところにつける。なるほど、だからここにつけるのかな。フォッフォッフォッ、いい香りです。よいしょ。じゃんじゃん。授業終わりでギリギリに言った。おお、ありがとう。やっ
まあでも夜も配信できたらしようかなと思ってるので見に来てください皆様。気をつけていってきます。もうあと数分でランキングを読み始めます。7列目も7列目は行きます。え、で前クアトロの1列目に香りが届いてたらしくて、なのでってことはクアトロ結構遠いし板もあるからえって思うんですよ。だから今回は3列目ぐらいまで香りは届くのではとガチガチガチ考え思ってます分からんけど届きますように客席にパタパタ、なんか無駄にこんな動き多いなとか思ったら香りを吹っ飛ばしてるかもしれません。ルルルルルルルチュ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 、なるほど、ウエストと太ももすごい。あでもなんか足元もあるよね。チュ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 ル、配信前にもお願いします。配信組にもお願いします。こうやってこうやって配信の前の皆さんにも香りを届けられますように。というわけでそろそろランキングを読んでいこうと思いますね。ではでは22位のミホリン賞からいきます。22位はロジックさん、そして、13位はキヨさん、12位オロチさん、11位クリプトンさん、10位チョコミントリスさん、9位しまかぜさん、8位ジェロさん、7位トモタンさん、6位リーツさん、5位ユナイテッドさん、4位オレリーさん、3位フナッチャーと中身ちゃんタンオスさん、2位オオカミさん、そして1位はアルミンさんでした。 Thank you、 ありがとうございました。ではではでは、今夜は18時から僕の太陽公演開演いたします。ぜひ見に来てくださると嬉しいです。そしてツイッターいいね企画のおうちで公演はちょっと手振りだけの踊りになっちゃうかもなんですけど、日曜日の夜にできるかもしれません把握しといてください。では公演行ってきます。最後にじゃんけんしております。最初はグーじゃんけん、チョキー、ありがとうございました。また夜会いましょう。バイバーイ。